ロベルト・サーラ、ロベルト・サーラ、ローベルト・ザーラは、オーストリア出身の同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。1978年 FIFA ワールドカップ、アルゼンチン大会で、コルドバの奇跡を起こした、オーストリア A 代表の首相を務め、オーストリアブンデスリーガの戦後最多出場記録となる581試合に、出場した、オーストリアサッカーを代表する、ナディーエフである。 18歳の頃に名称エドワルド・フリュービルと監督に発掘され、1960年代では画期的であったウィングバック、そしてオーバーラップを繰り返す攻撃的なサイドバックとして FK アウストリアウィーンの主力選手となる。現役引退をするまでほぼ全てのシーズンを同クラブで過ごし、オーストリア・ブンデスリーガで戦後最多出場記録となる581試合に出場。 リーグ優勝9回、オーストリアカップ優勝6回、UEFA カップウィーナーズカップ準優勝など、輝かしい形跡を残す。数多くのオファーがドイツやスペイン等から舞い込むものの、強い愛国心から生涯現役をオーストリアで過ごす。19歳でオーストリア A 代表でのデビューを果たすと、初戦のイングランド戦で勝利の立役者となる。 1978年まで代表でプレーを続け、1978年 FIFA ワールドカップアルゼンチン大会では首相として個性あふれる選手を一つのチームにまとめ上げ、コルドバの奇跡を起こし、7位という好結果を残す。また自らも同大会の FIFA オールスターチームに選出されている。ありがとうございます。